負けました。乾杯ですってマザーの目を見ていった。サミ負けても落ち込まないでねって言われた。白い T シャツ着たでしょ。あれ寒そうすぎる。ワンパク少年やん。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。お疲れ様。じゃあ母さんお疲れ様でした。うん、声出るようになった。一週間ほぼ全部潰しちゃったんで僕が。チームメイトには申し訳ない。いやー、ボコられたなー。やだ。0-0-4-0でした。関さんがかなり悔しがってたね。まあ結果的にハイパーレートゲームキャリー構成になっちゃったね。どうすればよかったのか俺もうわかんないもん。ボコボコにされた。だからマザーが覚醒してるのがでかい。やばかったよな、モルデカイザー。モルデカイザーやばくなかった？いや、マジインゲームどうすればよかったんだろう。もっとガツガツいけばよかったのかな。でももうちょっとガツガツいってたら2回目のガンク刺さった気がする。俺ね、マジで緊張ゼロだったの。俺今までのオフラインでこんなことないんだってぐらいに、緊張がゼロで、脳みそがクリアの状態でさ、ほぼ万全な状態できたの。俺病気も、もうその当日にはほぼ完治してたし、100% の状態で負けたから。もう俺して MVP はマザーなんだよね。完璧に。もうマザーがマジでうまかった。ファンミーティングみたいなのがあって、それ終わった後にマザーと楽屋で二人っきりになったんだけど。もうね、悔しいとかじゃなかったね。もう言うしかなかった、マザーに。マザー。負けました。乾杯ですってマザーの目を見ていった。マザー3でした。すいません。クズハソロキルして、したかったなぁ。クズハを殺せるシーンが2個あって。ミッドでセジアリにガンクもらった時と、ボットの 1V1 のところで、タワー下竜巻外したところで、2個逃しちゃって。そこ漏れ戦犯だったから。もう負けたなって感じなの。俺いつもロルの大会とか出ると、守り気味なポジションに入って、ね、何もできずに終わったなって感じだったけど、今回結構連戦でも攻めれたし、なんか、すがすがしく実力負けしたなって感じだった。チームにはマジで申し訳ない。なんかボードがもともと予定が結構入ってて、なんかがっつり練習できないなりに俺たちは空いた日でしっかりとやろうって感じだったんだけど、その空いた日俺が潰した。いや、でも、安を出したし、アグレッシブにいけたんで、俺としてはいい大会だったんじゃないかと。なと。あ、次も呼んでください。次も呼んでくれるのかな？このロルノ期間、俺もうほぼ配信中以外画面を見てなかったので何があったこの一週間。俺に教えてよ。あれだけは DM がバカほど来たから知ってるよ。カルビがアイドル歌ったってことは知ってる。それだけ、お前らうるさいね！うるさいね！本当に！君らは分かったよ。別にお前らが大好きやん。そういえば俺昨日ファンミーティングしてたらカルビのコスプレした子がいたわ。スタミ負けでも落ち込まないでねって言われた。なりきってたよ。カルビのシールを渡されたの。サイン書いてくださいって言われたから膝ら辺に書こうかと思ったんだけど、カルビの顔にかぶして書いてあった。ザーカ戦のオープニング俺ちゃんと見てないんだよね。いい感じでしたか？一日かけたんだよ、あれ、撮影。だって俺と釈迦さんとガセンさんだけスタジオで最初のシーンを撮らないといけなかったから、スタジオに7時集合、解散が20時終わりだったから、で、20時解散して、21時からロールスッカーってその日スクリームして、その日の夜に熱が出たんだ、俺、あの日寒い寒いってたから、それだったのかなぁ。俺さ、白い T シャツ着たでしょ。ザーカ戦出るの初めてだから、写真撮影みたいなのが初めてで、みんなめっちゃ服をさ、決めてるじゃん。すげえ決まってるから、俺スタイリストさんいると思ってて、服が用意されてると思ったの。だから、写真撮影の時に、白 T だけで行ったのね。すぐ脱げるように。そしたら、服が用意されてなくて、だから白 T なの俺。あれ、寝巻き。あれ、寝巻きです。なんもなかったよね。同じ服を着てきてくださいとか言われたから、幕張の当日の寝巻きで行ったしね。ただの白の T シャツ。
2022年12月横浜アリーナで行われたザ・河川敷戻り流ってるよ初のオフライン大会両友が率いた激闘はこう見ると河川さん2回とも勝ってんのか肩を並べるには長い時間がかかったね本当にこのステージにまた立ちたかった僕にとって初めてのオフラインのステージただの白 T なんだこれ花見た後に話せばよかったな、ね、まなんか寝まぎだしかもう感想がねえやんこんなもんこれが現実とは思えないスタート地点は同じだったみんなすげえよなこの服マザーとかさ太陽とかさ今の表情よくないちゃんと作れてるね悪くない同じだった河川が起こした奇跡だねこれ別々の道を歩みだって呼ばれてないから、うん、ザ河川ここの血管さこの血管手だけ映しますよって言われたからめちゃめちゃ腕立てしてさパンプさしてうわーってやって出てますか出てますかもうちょっと OK ってって腕パンプさしてから撮った結果出しますね。ちょっと待ってくださいね。最後には同じ場所にたどり着く。伝説は死なない。ああ、太陽かっこいいね。これ PV すごっ。ミュージックビデオやんマジで。それでもなお夢に手を伸ばす。お前自身も。こっち使ってんだ。ここのシーンさ3回ぐらい撮ってんだよね。風が吹いてないところを狙ってっつって、風がずっと吹いてたから髪の毛ぐっちゃぐちゃになるから。風が吹いてない時狙いましょうみたいな感じで3回ぐらい撮ったんだけど一番吹いてる時使ってるじゃんお前自身もぐちゃぐちゃだけどグラードもう寒そうすぎる普通に一人だけ一人だけこう見るとマジ半袖やばわんぱく少年やんというわけでした。まあ多分この日に、この日にやったのかなわかんないけど。ずっと寒くて太陽くんにさ、この上着を貸してもらってたんだよね。さ、寒そうだね、貸してあげようか、つって。あり、ちょっと貸してもらえるか。ほら、ごまど風邪ひいちまえよ、つって、その日に 37.5 度。麦坂の人たちなんか何回か多分すれ違ったけど多分あの人はちゃんとしてるんだよねさささって感じ関わり合うチャンスすらないみたいなシャイヤサイセイサササササみたいななんかハムスターみたいシャイシャイシャイってもうすぐ溶けちゃうもう離れしすぎてて逆に乃木坂の人たちがたなんかダブってたか次ん違うわボードが言ってたら俺たちの前と後が、乃木坂だったんだ。だから多分会えたんだと思う。皆さん、まあ文化の違いがやっぱ出てるよね。お前らの頃に SS 席映ってた？やっぱさ、アイドルファンってしっかり前の SS 席を撮るんだろうね。俺たちのさ、出番になるとさ、SS 席、ほぼいない。8割いなかった。だから逆にあそこでみんな SS 席を撮ってくれた人ありがとう。ザーカセのために。Tシャツが自由落下してたのかな誰もいない空間に後ろの方は結構待ったんだけどね前の席はやっぱりそのアイドルを間近で見るという文化がかかったって感じはしたねまあファンミーティングの話ファンミーティングの話はまあ君たちあれだねみんな気さくに話しかけてくれて俺も楽しかったよいやでもやっぱり印象に残ってんのはあれだね。カルビだね。
ずっと並んでたもん。あ、カルビ近寄ってきてんだと思って、こう、なんか、こうやって並んでくれてたの。俺の方に向かって。カルビがちょっと近づいてくんだよね。写真撮れたらよかったんだけどね。1時間枠で、200人の人が撮ってくれたから整理券を。1人20秒から10秒って言われてたんだけど。もうちょっと1人ずつゆっくりやりたかったね。はい、時間ですみたいなことを言う人がいて、お兄さんが。ガン無視決めんの俺が。まだ話してるから。スタッフの人が流そうとしたんだから、俺がこうやってガッて手を繋いで、離さないから、残りの100人ぐらいもうスタッフの人が言わなくなって。ずーっと、もう気ままに。だから1時間枠だったけど、最終終わったの1時間半オーバーぐらいだったかな。30分オーバーしたね。で、その後マジで枯れちゃって、本当に。ロル負けたのと。もう枯れちゃって、本当に。マジで真っ白になっちゃったよ。ね、この後飲み会あってみんなは言ってたんだけど、俺はまあ闇上がりだったし、俺は遠慮しといて、パッて帰ってパッと寝ました。が、昨日でした。